あんたが噂の用心棒かい？どのような噂かは存じ上げませんが、おそらくあなたのおっしゃる通りですよ。そういうあなたも確かミスタービッグ様のバウンサーをしていた。元だよ元。今の私はしがないバーの店長さん。元でも結構です。ぜひ先輩バウンサーとしてご指導いただけますか？ああ、仮に私があなたを倒してしまっても落ち込まないでください。しがない店長なのですから。いい根性してるねあんた。怪我しても知らないよ。ごめんねキングさん、今回はお兄ちゃんのお手伝い。気にしなくていいわ。もともと極限流とは戦ってきたわけだし。そういえばお兄ちゃんが道場の特別師範をやってほしいみたいなこと言ってたよ。そういうのは好きじゃないな。とりあえず試合終わってから考えるよ。キング、俺と共に来てくれ。それはどういう意味なの？お前の足技、それを支える強靭な四肢、そして精神力、どれをとっても一級品だ。門下生たちにとって最高の手本となると思うんだ。あ、そういうことね。そりゃそうよね。びっくりした。俺が勝ったら嫌でも引き受けてもらうぜ。うん、考えとくわ坂崎さん。アンディ、日本出るときエアコンのスイッチ切ったっけ？いや、俺は何もしてないけど。どっちだったかな。いつも無意識にやってるから思い出せないのよね。おいおい、心配になるようなこと言うなよ。ああ、もう気になりだしたら止まらないわ。さっさと終わらせて北斗丸に電話しよっと。いや、そこは負けた方が電話すればいいんじゃないのって。まったく集中力が途切れる。ヤマトなでしこ、大藤山くの一。な、何こいつ。あなたくの一ですね。私の師匠にしてあげます。はぁ、なめてんのこのエセ忍者。お願いしてもダメですか？では私が勝てば師匠になってもらいます。何それ、意味わかんないわ。あなた、なんでそんな変な仮面かぶってるの？変とはなんだ。これは変面といって、中国の伝統芸能である戦撃に用いる面だ。ああ、要するに能みたいなものね。けど私より目立っているのはいただけないわね。いや、能とは全く違うのだが。いいのいいの、どうせ私が勝って終わるんだし。じゃあさっさと始めちゃいましょう。お前嫌いだ。うわ、柔道か。アリス、立ち技ばっか練習してて、投げ技寝技はまだまだなんだね。お、わしの技は素人にはちときついかもしれんぞ。お主、受け身は取れるのであろう。それは大丈夫。大きい人相手にどう効率的にダメージを与えるか、戦術が大事なのね。ん、お主勝つ気でおるのか。それではこちらも失礼のないよう全力で挑ませていただく。覚悟！カモン！ヘリー、ちゃんと練習してきたんだから本気で戦ってよね。お、おう。見てるだけじゃ飽き足らず、ついに戦うようになったのか。まずれじゃここまで来れないよ。いや、キングとマイがいれば来れるだろう、普通。キー！今言ったこと後悔させてやるんだから、覚悟！ヘリーボガード、ビリーカーン、悪のゴンゲ、ディース・ハワードの番犬め。なんだお前は、何年かに一回湧くテリーカブレの一人か。失礼な。真っ当な人生を歩まないと妹さんが泣いてるぞ。テリーの人生が真っ当とはとても思えんがな。言われてみれば確かに。Thank you.
最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた来てください。